皆さんこんにちは。後半ガチャ判明です。前半はライデンとキーニチ。星4はシュブルーズ、トーマ、九条ですね。シュブルーズはようやく復刻ですが、一応編成指定キャラなので、少なくとも、雷か炎の復刻じゃないとピックアップはありえないとほぼ言えます。ですので、ピックアップ的にバージョン 4.8 とかでは復刻する可能性が低かったので、やたらシュブルーズ復刻格差連呼が多かったのは気になりましたね。シャルロットはまあ、いつ来るんでしょうね。脱線しましたが、炎雷なら特化キャラなのでその編成を使うなら取る価値が高いと思います。ただ、無凸でわざわざ取る必要があるかは少し怪しいですね。やはり貫突まで狙うつもりで取るのが編成特化枠キャラだと思います。あとは九条は雷電に突用、トーマはシュブルーズや通常依存の中段耐性補助枠ですね。武器は二人のモチーフと、祭礼の片手、弓と聖風槍、流浪に祭壇で、星4武器がいい感じのラインナップですね。キーニチモチーフは燃焼烈開化特化向け。雷電モチーフは爆発依存ですが、ほぼほぼ雷電シャンリン用として見るのが今の見方かなと思います。皆さんは引く予定でしょうか？よかったら教えて。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。